ということで韓国に着きました。いや今金浦国際空港にいるんですけど、今日は一人で来てます。はい、一人ぼっちです。なので韓国語全然わかりません、どうやってホテルに行くのかも全然わかってません。なので、ちょっと今から調べて地下鉄乗ってホテルの方に向かいたいと思います。気持ち的に余裕がないと思うので、次のシーンは多分ホテルの近くに到着してからになりますので、はい、また後ほどお会いしましょう。いやなんだかんだあれから1時間半ぐらいかかってしまいました。なんかいろいろ僕がもたついてしまいましたんで、まあでも電車はすごく乗り換えやすかったです。そして今回僕がお世話になるホテルがこちらです。イビスアンバサダーインソウル、今回はここに泊まっていきます。で、ここすごいおしゃれだそうなんで、ちょっと早速入ってみましょう。501だそうです。あ、角部屋ですね。ラッキー。どんな部屋なんでしょうか。よいしょ。おお、あ、なるほどなるほど。おお、あ、なんかすごいおしゃれですね。あんまり広さはないですけど、じゃあ今からルームツアーってやってもいいんですけど、まあ、せっかく外に出たらお店もやっている時間帯なので、お店に行ってちょっとミョンドン探検とかしてみたいと思います。よいしょと、よいしょ、行きましょう。このチーズタッカルビがめちゃくちゃ美味しい記憶が前回あったので、もう一回買いに行きました。いただきます。うーん、うん、うまっ。本場ってすごい辛いイメージがあるんですけど、これ全然辛くないんです。甘辛って感じ。照り焼き味もうめちゃくちゃ長いです。これで400円です。いただきます。うまっ。ちょっと辛いんですけど、普通に肉厚で美味しいです。いやーチーズタッカルビと串揚げで結構お腹いっぱいになったんですけど、なのでもう一品だけちょっと買って食べてみたいと思います。うわーうまそう。じゃあいただきます。外の皮めっちゃカリカリしてます。で、中はすごいジューシーって感じでめっちゃ美味しいです、これ。いやー美味しかった韓国の料理3つ連続ハズレなしと最高です。じゃあ今からちょっと歩きながら散歩しながら、カロリー消費しながら、ちょっと撮影していきたいと思いますね。韓国来てここが良かったなって思う点は、まあこういった何とってもインスタ映えしちゃうとこなんです。キャロットとビーツとレモンとアップルが入ったスムージーです。これで700円です。容器は持ち帰ることができます。この容器すごい可愛いです。ちなみに店内はこんな感じになってます。もうお客さんほとんどいないです。ここに行くと本が置いてあります。あ、おしゃれな本たちです。緑がいっぱいあるし、電気おしゃれだし、韓国通の人に言わせるとこういうおしゃれなカフェが韓国ではデフォルトらしいです。めちゃくちゃ他にもいっぱいあるそうなので、いやお色が結構ビーツ寄りです。いただきます。お、あのビーツです。これ味がビーツの味がしっかりするんだけど、それをレモンとアップルと K
ケールで打ち消してるって感じ、キャロットか、キャロットで打ち消してるって感じですね。美味しいです。あー美味しかった。じゃあ、まあ、取れたかもたっぷり取れたところでホテルに戻りましょう。ちょっと最上階に行ってみましょう。おただいま帰ってきました。じゃあ続いてはルームツアー行きましょう。はい、じゃあ早速入り口に一番近いここから見ていきたいと思います。よいしょ。はい、ここはお手洗いです。うん、白に統一されててすごいおしゃれです。はい、で、こっちが空調の、デジタルの、あの操作のパネルがあります。でその隣が洗面台です。で入りますと、もう鏡の両サイドに光があるってすごいおしゃれですよね。でこの下にコップと歯ブラシと石鹸が、あれこれ石鹸か、あ、じゃあこれがシャンプーかな。その隣にはシャワールームと、上からズバーっと出てくる感じですね。はい、おしゃれです、綺麗です、すごい。でこのベッドが飛び込みたくなるぐらいでかいんですけども、こんな感じで。紫のカフェってあんまり見ないですけど、なんかこうやって見るとすごいおしゃれです。でこっちはもう緑色の台があって、でこっちは電話だったりテレビのリモコンがあります。でこの下が、うん、何もないです。でその隣、これが金庫で、その下に水が2本置いてあります。でなんか救急ボックスがあって、こっちに作業用のちょっと簡単なデスクがあるんですけど、これコップが2つあって、コーヒーだったりお茶があります。で沸かすやつで、潤いを保つためのフェイスマスクみたいなのが置いてあります。で最後こっちにテレビが置いてありますと。広さで言ったら僕が今住んでいる物件の6畳、うん、と同じぐらいの広さです。あとこの眺めもそんなにないので、まあ、まあまあまあ感じですね。でもやっぱりこういうのはすごいおしゃれだったり、あのスタッフさんの対応もすごい良かったので、うん、いい感じです。あー、すっきりしました、気持ちいい。ということで、じゃあ今日はこの辺で動画を終了しようと思います。韓国に来ました。韓国に来てちょっと時間があったので周りを散策してみましたっていうところで今日は終了です。仕事の一部として今日は来てます。なので、ちょっとどれだけ撮影できるかどうかわからないんですけど、動画を見ている視聴者のあなたにもこういろんなスッキリ空間を、ちょっと韓国のねスッキリ空間をお見せしたいなというふうに思いますので、明日またすぐに連続アップってことはちょっとできないかもしれないんですけど、また次回の動画を楽しみにしておいてください。ということで今回の動画はちょっとでも面白かったです、参考になりました、なんかちょっと旅行気分始めましたと感じていただけた場合は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。